はい、あなたが好きなのは姫様、女王様、いいえ、サキ様。ありがとうございます。緑の王国北海道から来ました、アイリスのちょっぴりドジな天然リーダー、サキ様こと山北サキです。よろしくお願いします。もうあと2人頑張る頑張る、耐えるから耐えてるから。いつでもみんなを I love you ちゃん、ゆうちゃんこと芹沢優です。よろしくお願いします。いや、静まるな。はい、はい、皆さんおはモーニング。おはモーニング、ありがとうございます。八重葉と育母は笑顔の印、ずっちゃんこと渋谷あずきです。イメージカラーはイエローです。よろしくお願いします。イエーイ、終了です。もういい、もういい、は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 い、アイリスの皆さんです。よろしくお願いします。いやいや、そうですか。いや、なんかね、皆さんでもすっかりね大人なんですけど、こうなんかテンションが高めでいいですよね。これなんか本物のなんかアイドルの、そのアイドルだけやってる本当ティーンのこととか来てもさ、こんなにテンション高くいてくれませんよ、ね、すごい、みんなね、なんかそうですよ、ガッツキ系なんで。そうです、はい、ガッツキアイドル。いやいいですいいですよ、そういうテンションだから、そういうの番組向いてますもんね。イエーイ、いいと思う、すごくいいと思います、すごくいい。ここにかけて、これがね、多分あと 2,3 年で、本当にもしうまくいった時にもうこんなんじゃなく、おはようございますみたいな、今だけなんでしょうね、もう本当にね。はい、さて、これどうしましょう。あ、そうですね、皆さん飲み物何入れましょうか。あ、あれ、誰か飲むの。でもだって20歳超えてる方ほとんどじゃないですか。19歳はちなみに2000、はい、来週20歳になります。来週。そうなんですね。まだギリギリちょっと。なぜ赤なんですかね。分かった。赤ちゃん。あんまり赤っぽくないキャラですよね。そうですか。何色っぽいですか、ね。黄色。黄色。あれ、よく。いや、赤で、じゃあちょっと。あ、そう。赤貫いていくんで。いや、今から変えましょうよ。なんでですか。私赤が好きなんで。いや違うと思う。なんか俺多分ね、まず間違ってると思う。色が。逆に誰が赤っぽい？赤か。赤？赤誰？いや違う。いない。いない。赤は。私何色も似合うって言われますよ。ああそうですか。すごい。いやでもなんか赤じゃないぐらいかな。あら。赤入れた方がいいと思う。誰か別の人。あ、そういうこと。うん、なんかな、どうですか。じゃあ譲ります。押されてるんですか。ちょっとあの本当に僕あのちょっと苦手みたいな。いや違う、初めてですよ、あの、あ、うん、来てね、うん、最初のあのちょっとアイリスさんご挨拶、ああでも結構ですって、うん、普通待ってるとこう入り、まあ、楽屋があります。楽屋の外で皆さん並んでいらっしゃることですけど、はい、全員中入ったんです。私ね、そこ見ました。はい、押されてた西川さん、はい。僕ちょっとあの かなり引いてみて、はい。いやでもいいです。嬉しかったです。あのそんな中まで入ってきてくださるなんて、僕本当にあの僕あの人との距離感まだちょっと本当にいろいろ探りながら、特に男はね、あんまりすぐぼんやりするんですけど、女性ね、なかなか難しいところあるんですけど、いやそこをね、あの皆さんがこうそんな静かになられてもですよ。真面目なんですね。いいですよ。そうそう。いやいいですよ。ではさ、もういやもう適当でいいですね。で、それ飲む人もいる。飲む人もいない。すごい。え、白ワイン飲む人いる。白ワイン。もう分かってます。多分もう画面の向こうの皆様はもう誰が白ワイン、うん、飲むかは。じゃあ一個ずつ行きましょう。じゃあこれビールですか、これ。失礼します。あ、ビール。ビールの方は。はい。おお、飲むんだ。ビール。飲みます。はい、今日は飲んじゃおう。じゃあ普段ビールなんですか。白ワイン。普段飲まないんですけど。え？でも飲まないビールは好きです。あ、そう。白ワインはちなみに。あ、こちら。へえ。家飲みなので。リーダーだし。そうですね。リーダーだ。他オレンジ。これはだ。オレンジジュースかな。あ、オレンジ。あ、オレンジだから。オレンジキャラだから。キャラ守りました。なるほど、いいですいいです。そして、え、これ何？ビール？ビールまだある？メロンクリーム？え、メロンクリーム？あの私クリームソーダ飲みたいって言ったんですけど。これメロンクリームソーダじゃなくない？それメロン。
だ？これはなんだ？メロンクリームソーダ。うわ、甘い。すごい。ビールやん。これメロンクリームソーダじゃないよ。ビールや思ったけどな。すごい。ちょっとやだ。全然そういうじゃないよ。いや本当にメロンクリーム。あ、本当だ。メロンクリーム。これはこれはちゃう。これはこれ我らや。これ俺。そうだ。これは梅シロックです。梅。ああいいですね。すごい。いいよいいよいいよ。これですね。いいよ。そして。はい、ごめんなさい、ちょろちょろして。そうだ、あ、そうか、19歳だもんね。はい、まだ飲めない。はい、ということで、じゃあちょっと初めましてになりますけども、初めましてですよね。はい、初めまして。はい、ということで、それでは本日よろしくお願いします。乾杯！乾杯！すいません、お願いします。すいません、お願いします。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 打ち上げ、打ち上げみたいになってる。すごいな。すごい。すごいよ。待って、これ。さあ、もう、ちょっともう、あもうこう人数もいますからダダッともう行かないと。そうですよ。メロンソーダ。行きましょう行きましょう行きましょう。お土産ですよね。メロンソーダじゃないよ。メロンソーダじゃないよこれ。何だった？何だった？これ知らない味なの。セリコ飲んだことないですお酒。知りませんよ僕。俺の感覚じゃないもん。違うってるよ。何それ？何これ？何それ何？何それ？でもね甘い。甘い。マロンクリームだマロンクリーム。甘いの。甘いの甘いの。これ何ですか？何ですか？これ飲んでいいですか？どうぞ。なんの匂いこれ？これ何の匂いですか？え？なんかバニラっぽい。バニラっぽい。でもクリームソーダって書いてます。本当に？あ、クリームソーダって書いてありますよ。関節キス。関節キス。あ、何味これ？これ何ですか？何だろう ？What is this？ え、なんて？なんでこれ？何味これ？ちょ別のなんか普通のお茶。これ私あお茶とかにしますか？お茶とかにしましょうか？お茶にしましょう。飲み物の段階でこんなちょっとこんなになかなかないですよね。なかなかない。ウーロンティー。あ、その間にお土産を。あ、そうですよ。ちょっとすごいですよ。はい、すごいもの。そう、あの私たちの普段食べてる大好物を持ってきたんですけど。おお。いやもうこれどうか。まあ、女の子ですもんね。本当に食べていただきたいよ。どうしても食べていただきたかった。そうなんです。すごいよ。木の箱入ってる。そのです。おお。僕これ普段食べてます。あ、あの、好きですか？好きです。好きですっていうか、はい。各コンビニの詰め合わせの、はい、食べ比べできるように3種類持ってきました。あ、なるほどね。僕でもこれが大体多いです。セブンイレブンやっぱり。はい。筋肉にもよろしいかなと思います。そうです。これを普段これと枝豆と豆乳とみたいな、うん、本当にタンパク質、はい、そうです、そんなのばっかり。でも普段こういうの食べててなんかあれですか、あのみんなにキャピーって言ってる間にあれでしょ、すごいあれでしょ、あの大涌谷みたいな匂いのおなりしたりとかするんでしょ。ね、えすごいでしょ、すごいの、もうあれこの子身が出てるんで、具の方本体の方も出てるんじゃないのみたいなことになったりとかするんですよね。大体こういう話になると引くんですね。それが嫌なの。もうそういうのってどんどん来てほしい。なんかアイドルってアイドルなんてさ、やっぱこう枠飛び越えて、そういうのもなってさ、キャラではあるわけじゃないですか。もう皆さんだってキャラクターとして声優さんとしての活動されてるわけじゃないですか。はい、結構際どい発言なんかもあったりするじゃないですか。まあ、役的に役的にやなくてね。ちなみに私これやって結構なんかもうこれ私監督にこんなこと言わされて恥ずかしかったなみたいなとかあるのありますね。いる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 。あ、でもちょっとありますね。どんなのがあります？なんかあのハンツートラッシュっていう作品の OVA でちょっと、はいはい、OVA 危ないもんね。テレビものじゃない段階で、うん、ちょっとわーない役をやらせてもらって、ハンフンって感じでしたね。あ、そういうのも、はい、そういうのも。なんて言ったの？うん、いやちょっとハンフンヘンみたいな感じです。具体そうなんです。いやでもトイ的な感じで、はい。そういうところからファンの方ね、うん、そうなんですよ。もっとなんか脱ぎ脱ぎマージャンみたいなやつとかもね、いいと思います。さあ、多分そんなことはもう置いといて、じゃあもうどんどん行きましょう。はい、じゃあ今回もゲストの皆さんに事前にアンケートであれこれを伺っていますのでご紹介していきましょう。はい、お願いします。最初の質問こちらです。学生時代はどんな子だった？ねえ、でもなんかもう考えてもう何年目なんでしたっけ、アイリスになってから。3年目です。あ、でもとはいえだって10代から始めてるわけでしょ、うん、このグループっていうかこのメンバーになって、うん、他その前からもなんかやられた人もいる。そうです、私がちょっとだけこう、路上でちょっと名古屋の路上で歌ってた。あ、さっきあったね、幼馴染と同級生と。そうです、幼馴染とユニット組んでやってたんですけど、それって勝手にっていうかなんかこう
思いついてずっと通ってた養成所の方に。ああ、そういうのがあったんですか。なるほど、そういうのがあったんです。学校で友達同士で同級生だから集まって勝手にアイドルですって言う人みたいな。あ、じゃあちょっと出した段階はありましたね。あ、ほんと。はい、おお、なるほどね。はい、行きましょう。その答え、はい、その答えこちらです。日傘を差し、カツラをかぶってサングラスで登校。芸能人ぶってる。いたたたた、私ですね。テイザーです。あいたたたな高校生でして。高校の時に日傘差して、はい。そう、サングラスかけて、うん、なんか上に女性服だけじゃと日焼け対策だったんですよ、自分的に。あ、カツラは、カツラは何だったの？多分頭髪検査で引っかかっちゃったら嫌だなと思ってたんで、茶髪のカツラをかぶってサングラスかけて。そうなんで黒髪だったんですけど、頭髪検査で話題になりたくて茶髪のカツラをかぶって。すごいな。チャリン2だったんで、こうやってこうやってこうやってそうやって恥ずかしい、恥ずかしいですね。いやいや、そういうのはなんかこうゆくゆくはそういうことに自分たちになるんじゃないかしらって思ってたからしてたと。あ、でも私高校時代はもうなんか芸能人だと思ってたので。なんていうか違うんですよ、準備みたいな。もうそういうことに、そういうのやってくぞって気持ちだったんだ。そうなんです、そうなんです。ご出身はどちらになるんですか。東京です。ああ、じゃあちなみにそれはもう周りのみんなも、あ、なんかもうそうなっちゃうんだなこの人っていう風に見てたこと？多分私あんま周りとコミュニケーション取ってなかったので、どういう目で見てたか見てたんだよね。そうですね。周りとコミュニケーションも取らずそれをやってたってことは浮いてたんじゃない？浮いてたの、ね、すごいな、なかなかないですよね。はい、はい、その他の答えこちらです。見た目がギャルだった。え、お前が？いやいや、ごめんなさい。そうなんです。ごめんなさい、ちょっと本当に初対面の方に申し訳ない。いや、全然いいです、ありがとうございます。はいはい、ありがとう。いやいや、私もなんかアイリス入ってからもう退化が止まらなくてどんどん退化してっちゃって。本当アイリス入る前は昔の写真とかないの？あ、ある、私携帯に入ってるんで。いや、もうそういうの先に資料でちょうだいよ。なんか本当にチョッパーの着ぐるみあるじゃないですか。 あれを着て友達の文化祭に行ってました。いるいるいる。まあ、でもそれはちょっと痛くても、そのギャルだったのはどうなのかなっていう。画像、え、何の携帯、今携帯、今携帯、まあね、いやいやいや、でも今だってもう何でしたっけね、ほらスポーツ、アスリートっぽい感じの方とご結婚された、ほらお尻かじり虫の方みたいな方向に今どうなってるの？そうですね、いけそうです、いけそうですけど。まあ、いやいや、でもなんか全然イメージ違いますね、今とね。そうですね。でもなんかデビューシングルの時とかは茶髪で超髪長くてみたいな感じで、見た目が結構全然違ったので。じゃあその時はもしかしたら赤っぽかったのかもしれないね。あ、そうかもしれない、ね、もしかしたら。そうかもしれない。今は茶色だよ。茶色でか、茶色、茶色もしくはベージュ。ベージュ、それいいですよね。いや、でもだからそれぐらいの方がいいと思うんだけどな。キャラ立ちますね。うん、と思うけど。次から染めます。うん、いや、でもなんかで赤った。本当に。そう、すぐ出てくる。出てくるの？からってあんまり、ね、本当に第一印象がギャルすぎて、一番この子と仲良くなれないって思って。カラコンとかメイクが濃いとかそういう。あ、もちろんです。それもありましたね。初期は本当に毛ばかった。わあ、やばい。やばい。でも怖い。これは無理って思う。もうごめんなさい。まあまあ持ってるしね、しかも。やばい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 。なるほど。初めてみんなで初めて会う時にこれできたんで、多分残りの5人はうわみたいな。ちょっとやめてやめて。テッド見てる、テッド見てる。マジ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 、ここら辺は個人情報なんで。いやいや。袋で見てんじゃん。レディースで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 。もう預けて。いやいや、いいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ロックで。はい、ありがとうございます。いいです、いいです。続いていきますか。はい、続いての質問こちらです。はい、自分以外のメンバーの気に入らないところを教えて。まあ、人数もいますからね。はい、その答えこちらです。はい、渋谷は疲れてる時にかまってオーラを出してくる。ほら。
そうなんですよ。なんかずっちゃんってすごいアイリスで浮いてて、みんなで盛り上がってる時は静かになってて、うん、で逆にみんながなんか疲れて寝てる時とかは、え、かまってかまってってひたすらなんかその昔話とかを読んできたりとかするんですけど、正直うざいんですよね。うん、そうなの、うん、なんか歯科女子みたいだね、顔が。いる、受付に、受付、受付にいる歯科女子、歯科女子、歯科女子、いるいる、うん、院長さん、個人でやってる小さいとこなんだけど、院長さんっていうか、うん、ね、その歯医者さんの歯科の先生となんとなくできてる。言わないでくださいそれ、内緒にしといてって言ったじゃないですか最初。奥さん来る時だけすごいなんか、すごいなんかもうはいみたいな、すごいお薬とかすごいなんかはい、あ、今日奥さん来てる、今日奥さん来る日なんだって、早くかかって、まあいいやそれ、はい、はい、その他の答えこちらです。渋谷はメンバー同士の話し合いで喧嘩腰。また来た、多いな、渋谷さんばっかりですね。そうですね、なんかなんだろうね、どういうことどういうこと、なんかそのあの LINE とかでもグループあるじゃないですか、はいはい、ああいうのとかでもなんか今度のライブのセットリストどうするとか話し合うんですよみんなで、その時になんかなんだろう、いつも喧嘩腰なんですよ、なんかずっとこう思うけどなんかこうなんじゃないのみたいな、ちょっと喧嘩腰できて、なんか自分が意見言った時に他のメンバーがそれ違うんじゃないみたいなのを、そうすぐ、そうじゃいよみたいな、そう、いいよ、ごめん、はい、私が悪かった、そう、みんなが言ってみたいな、そういうタイプじゃない感じの顔してるのにね、なんか何でもいいですみたいな、全然全然、部長がいいって言うならここで、なんかそんなの使うんですか？でもなんか大丈夫そうな感じするのに、基本喧嘩腰で意外と主張するんですね。そうね。この中でじゃあ逆に言うと一番主張しない人って誰なんですか？姫？私か、姫か、あ、姫だね。あ、そう。私あのうちに秘めるタイプなんですよ。だからなんか誰かにこう悪口を言って一緒にだよねみたいなことを言うより家でこう笑いに言ってるみたいじゃないですか。まあ、怖い、私は一人で家でその藁人形に釘刺してこうやってるタイプかなっていう。ああ、デスノートタイプ。そう、デスノートタイプですね。一番危険なんですね。そう、一番怖いね。なるほどね。何考えてるか分かんないっていうか。ああ、そう。そういうふうに見えませんけどね。健康的な感じ。なんか方向で言うと秋元さやか方向っていうか。おお。違う方向なんで上ちゃんのかと思ったんですけど、違うんですね。表面を隠すのがうまい。ここなんかもう色もなんかそのキャラクターもみんなバラバラなんですよ、ね、あれもう一回なんかやり直した方がいい気するけど、残念ながら初めてここか、なんかそう緑じゃない、もっと深い緑だと思う、深い緑、いや自分で言うのもなんなんですけどピンクじゃないですか、違うビリジアンと思うけど、ビリジアン、次、はい、続いての質問こちらです。この世界に入って一番の挫折は、あでもね、だって3年でしょ、3年でいろんなことやらせてもらえてるしね、うん、息も長いし、もともと声優さんになっていくみたいなところも今かなってきてるから、うん、そんななんか苦労とかね、なさそうですけど、ね、なさそうに見えちゃいますけど、どうなんでしょうか、はい、その答えこちらです、はい、合宿のマラソン、うん、あ私ですね、うん、そのアイリス結成した時にまだみんなその初めて会ってなんか合宿で会ったんですよ、はいはい、合宿やりますって言われて、うん、でアイリスって初め踊るとかそういうのがオーディションの項目になくて、でいきなりなんか運動靴を持ってきてくださいって言われて、うん、合宿1日目から10キロぐらい走らされたんです、いきなりマラソンみたいな感じ で私全然走るのとか不得意なんで、うん、1キロぐらいでダウンしてホテルに戻ったっていうのが結構心にきましたね。それでも許されるの？だってホテル戻っちゃって、なんかもう体調悪すぎて顔が、これ以上走ったらこの子は本当に五輪中するんじゃないかっていうぐらいの顔を多分してたらしくて、一回じゃあ戻ろっかって言われてホテルに戻ったことありましたね。ちなみにこうなんかスポーツ得意でしたよみたいな方、さっきほらね、うん、おっしゃってましたけど、はい、あ、私得意です、言えば、うん、もう小学校からずっとスポーツしかやってきませんでした。あ、そう、はい、なんかじゃあむしろなんかこっちのそのなんていうかな、その声優さんの方向みたいな方じゃ、うん、あんまない感じですもんね、うんうん、ああ、なんか結構最初の方からいろんな人に私はオタク受けしないタイプだよねっていう風に言われて、あでもそう思います、うん、あ本当ですか、はい、なんかすごい褒め言葉に聞こえてきちゃって、だんだん、うん、なんかもう個性かなみたいな、
うん、なんか。せやな、ほら、ほらほらほら。やりづらい覚えるみたいな、ね。私そういう人だから、私そういうの気づいちゃう人だからっていう人、なんかいるじゃん。ああいう人な感じ。なんかね、申し訳ないけど、いろんなタイプの苦手な人が集まった6人組。一番ダメじゃない。なんか、僕一番苦手なタイプの女性をパックにした感じ。なかなかないですよ。なかなかない。喋りながら首振るタイプの人とか、ああいうなんかそのなんか、うん。まあでも苦手も好きなうちですよね。いや、それは絶対嫌です。嫌よ、嫌よ、好きなうち。それ絶対ないタイプ。僕は好きと嫌い、女性の場合はっきりしてるんで。そのうち気づいたら。じゃあ今日推しメン作りましょう。やったそれですね。いや、作りましょう。いや、俺そういうのは絶対ない。なんで？いや、もう俺はもう本当にみんなが箱で押してるから。箱で押してるから。押してくれてる。押してくれてる。あ、うまい。一本違う。やめろ。本当に苦手な人だと思う。ここまで来た中で本当に苦手な人かもしれない。はい。続いての質問こちらです。はい。この世界に入って一番生活が苦しかったのは？もうでもそんなね、なんかイメージないですけどね。なんでそんな感じなんですか？いや、なんか苦手な人たちだなと思って笑えてきてない。はい。上京直後、毎日誰とも口を聞かず、部屋の隅で体育座り。生活じゃなくて、精神的にっていう方。はい、そうですね。まあ、もともと北海道出身で、うん、これの、アイリスに受かって上京してきたんで、友達とかもいないし、うん、その前ニートだったんですよ、アイリスになる前、うん、だからちょっと人とのコミュニケーションもままならないまま来てしまったので、うん、ちょっといろいろ、しかも若い子ばっかりだし、なんかもうでもそんな変わらないじゃん、一つ二つぐらいの差。でも当時私21歳で、他がほとんど JK だったんですよ。あれ、うん、今当時21歳？私と5つ離れてます。あ、そうなんです。一番じゃお姉さんなんだ。そうなんですよ。あ、そういうことか。何年ですか？24。いや、私増田ゆったんさんより年上なんです。1個上なんです。1個上。そうなんですよ。だからちょっと遅いスタートだったんですけど。いや、全然そんな。いや、別にいいじゃない、それは。声優さんは逆にそれで、ね、だってこれから長いスパンでまだまだね。あんまり西川さんがゲストの方を向く。